ヨーロッパのソマリア、ヨーロッパの北朝鮮。そんなひどい言われようをしていた国があります。アルバニアです。20世紀も仲間だというのに鎖国して、国中を統治家だらけにしていたヘンテコ国家。そんなアルバニアの歴史を見ていきましょう。アルバニアは、1920年代の時点で、バルカン半島で唯一、社会主義、共産主義の運動が起こらなかった地域でした。アルバニア人の共産主義者は、フランス共産党に入党するか、アリケルメンディのように、ソ連邦領内で団体を組織しました。ケルメンディは、何度かアルバニアに帰国し、組織の建設を試みるも失敗、1939年にフランスで病死します。結局、アルバニアには、共産主義者の組織が存在しない時期が続きました。第二次世界大戦の戦火は、アルバニアも襲い、1939年に、イタリアがアルバニアを占領しました。共産党がないアルバニアでは、共産主義者のパルチザンが発生せず、1941年に、ユーゴスラビアがドイツに占領されてから、首都の支援で抵抗運動が組織されるようになりました。そして、同年、ユーゴスラビアの党が、アルバニアの共産主義者の生き残りと連絡をつけ、アルバニア共産党を結成させました。その中央委員の一人が、当時32歳だったエンベル・ホッチャです。ホッチャは、フランス留学中に共産主義に触れ、早くから、ケルメンディのグループとも接触があり、すでに、反ファシストであるとして、うだつきになりながらも、各地の同志の求道に尽力していました。ホッチャの活動は、翌42年の反ファシズム民族解放軍結成に結実します。解放軍は、ユーゴスラビアパルチザンの支援を受けながら、抵抗運動の主導権を握り、1944年11月29日に、アルバニアを全土解放に導きました。翌年12月に総選挙が行われ、共産党を中心とする民主戦線が 93% の票を獲得し、46年に人民共和国を宣言。パルチザンの指導者であったホッチャは首相に就任しました。アルバニアは当初、親ユーゴかつ親ソの政策を取りましたが、英米からパルチザンへの支援を受けていたこともあり、アンラの支援も受け入れていました。ユーゴスラビアと同様に、ソ連邦の力をほとんど得ずに解放されたアルバニアでは、ソ連邦型の社会主義が直接的に押し付けられたわけではなかったのです。状況が変わるのは1948年、コミンフォルムからユーゴスラビアが除名されると、アルバニア国内でも権力闘争が激化します。この機に、ホッチャは国内の親ユーゴ派を排除、ソ連邦に急接近しました。それまでの内政や外交におけるユーゴからの影響を排除し、ユーゴの衛星国からソ連邦の衛星国に鞍替えしたのです。ホッチャは政敵を次々に追放し、党をアルバニア労働党に改組した上で、最高指導者である書記長に就任しました。粛清法を制定し、党中央委員を全員逮捕。ここからホッチャの40年にわたる独裁政権が始まるのです。アルバニアとソ連邦との蜜月は10年も続きませんでした。スターリンの死後の1956年には、フルシチョフによるスターリン批判があり、ソ連邦は、非スターリン化やユーゴとの関係改善を模索します。これに起こったのが、アルバニアです。1960年のブカレスト会議と、61年のモスクワ会議で、ソ連邦共産党の修正主義を批判、同年中にソ連邦と断交しました。同時期に中ソ論争が激化したということもあり、反修正主義の中国とアルバニアの友好関係が始まります。ソ連邦もまた、アルバニアへの批判を通じて中国を批判したり、ホッチャの退陣を要求するなどしたので、両者の断絶は決定的になりました。1967年には、文化大革命を反にとって文化革命を開始。青年組織を動員して宗教施設を破壊し、無宗教国家を宣言しました。でも、クリスマスはあったそうです。そして、1971年10月には、中国と台湾の国連代表権を交代させる、いわゆるアルバニア案を国連に提案、可決させました。しかし、これは、アルバニアと中国との蜜月の終わりでもありました。当時はベトナム戦争末期であり、中国とアメリカが歩み寄りを模索していた時期でした。アルバニア案可決は、その歩み寄りの成果だったのです。72年にニクソン訪中、73年に中米の国交が正常化すると、アルバニアは中国を修正主義と批判、両国の間でイデオロギー対立が激化しました。75年には米ソで担当があり、強硬な立場を取るアルバニアは国際社会から孤立していきます。ホッチャはアメリカ帝国主義とアルバニア以外の修正主義国に対抗すべく、国の体制を変革します。ルーマニアや北朝鮮のような独自路線も批判し、自らが世界で唯一のマルクス・レーニン主義国家であると宣言しました。ホッチャへの個人崇拝を激化させ、イデオロギー統制と秘密警察しぐるみによる監視を徹底。
その上で国中に統治下を作り、全国民に軍事教練を受けさせる総武装体制を敷きました。外国との経済活動も制限されます。唯一の正当な社会主義国として一人籠城する鎖国体制が作られたのです。他方で遊牧との関係を改善したり、外国人観光客を受け入れたり、国家管理の貿易を行ったりと、完全に鎖国していたわけではありませんでした。この辺りも少し前までの北朝鮮にそっくりですね。唯一の社会主義国に期待を寄せていた人々はアルバニアの外にもいました。世界各国にアルバニア派と呼ばれる党派が存在していたのです。日本でも元中国派だった山口左派がボッチャ主義に傾倒していました。ソ連邦も中国もアメリカ帝国主義と妥協してしまった今、信頼できるのはアルバニアだけだと考える人々は世界中にいたのです。1976年には新憲法を採択し、社会主義人民共和国を宣言、マルクス・レーニン主義をより前面に押し出す国家建設を進めました。この頃には対外路線をめぐる対立が表面化しましたが、ホッチャは政敵を全員殺すことで事なきを得ました。そして1985年4月、かねてから重病説が囁かれていたエンベル・ホッチャは76歳でこの世を去りました。葬儀では各国の代表や報道陣の入国を拒否、ソ連邦からの弔電は送り返しました。後継者のラミズ・アリアはホッチャの路線を継承し、東欧の動乱の中でも変革を拒否しました。しかし人々はイタリアやギリシャのテレビを見て世界の状況を知っており、国内では反体制の暴動が相次いで起こるようになりました。とうとう1991年人民共和国建国以来初めての複数政党制での選挙が実施されたものの、労働党は第一党にとどまりました。こうしてアルバニアは緩やかに体制転換を始めることになったのです。その後のアルバニアでは国民のほぼ全員がマルチ商法に引っかかるなどの混乱もありましたが、その後安定し、2020年には EU 加盟交渉が本格的にスタートしています。終わり。